気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。滅亡信頼チャンネルです。今日も一日熱々でみんな過ごしていきましょう。豆まきの残機どどろき響きあり平室松明ひらがなの木の表記をすべて漢字の鬼に変更して鬼はすぐそこにいる隣にいるよと表現してみました。この動画で縁があった方々のコメント高評価チャンネル登録いただく励みになります。最後までのご視聴心よりありがとうございました。また俳句の滅亡信頼チャンネルでまたお会いしましょう。